ホネカムドーマチのファンなわけじゃないですよ、僕は。先に言うべきだったんですけどね。あの人は近藤正彦好きなんだと思われて、そうじゃないですけどね。これマーシーが、マーシーっつってもね、知らんすよ、覗き盗撮のマーシーじゃないですよね。覗き盗撮薬のね、サンボマーシーじゃないですよ。ブルーハーツ、ハイローズ、クロマニョンズの3本のマーシーがやってた、ブレイカーズ、ザ・ブレイカーズっていうね、ブレイカーズって言ってもウィッシュじゃないですよ。これ毎回なんですけどね、なかなか真相にたどり着かないっていう。ウィッシュじゃない方のブレイカーズっていうね、まあ、マジビートモツのモラでございます。こんなにね、丁寧に説明してもまだ川崎プロが来ないっていうね。川崎プロ D年初らしくない。歌詞は忘れちゃったらダメですよね。これがガチガチやる。川崎、ちょ一人寂しい、これ川崎コール。誠陽介のちょっとね、復活待たれますね、これは。川崎名字言っただけですもんね。いっぱいおんの。そうですね。なんかやれやなんかやれやなんかやれ。そう、本当はね、俺一人が決めないといけないところなんですけど、そのね、なんかやれやって今一緒になって言ってましたけど、何が悪いんだろうって話ですね。いや、俺もスティックあったらなんかやったんだ。おぉと、ティーネージトラッシュあります。俺もスティック持ってきてないけどな。あ、俺もギター持ってこなきゃよかったんですよ。フラットな状態で、なんか曲はできるんですけど、なんかもう本当にこういう時はな、だからな、はい、ミュージシャン集めて、はい、歌本一つでやんねん。
歌本セッションやったね。そう、俺が一番苦手とするセッションセッション、あの上手なやつですね、あのおじさまたちが。いや全然できなくていい、あの2時間かけて1曲作んねん。あちょっと曲作ります曲作りますっていい感じの時に川崎コールが来そうですけどね。出来上がりそうみたいな時に、なんかでも何でしょう、なんか即興で作りましょうか。したらでもそんなコード、あの俺ができるわけないじゃないですか。できないこともないですけど、できない、披露するものではないです。どんな曲が聞きたい。えちょっと待って、今から二人で海でも見ようか。違うな。急にやりだして違うな。もうそんなに二人で海でも見ようか。大きな朝日が昇る頃には間に合うさ。優しい顔した真っ赤なあいつが二人の別れを笑い飛ばしてくれるだろう。Thank you.
帰りたいと思います。ありがとうございました。川崎プロです。どうぞよろしく。もうあのもうなもうやめますけど僕。もうなんか変な汗ばっかりかいちゃって本当に。ありがとうございました。本当にプロは無事到着しましたので。私はもう引退となります。ありがとうございます。すげえ。おかわりおかわり。終わると思うとなんか欲が出てくるもん。